親アッパの上にちっちゃな卵、お月様が空から見て言いました。お日様が昇って暖かい日曜日の朝、ポンと卵から青虫が生まれた。虫はお腹がペコペコ、青虫は食べるものを探し始めました。それでもやっぱりお腹はペコペコ。水曜日、水曜日、水曜日使ってました。それでもやっぱりお腹はペコペコ。木曜日、木曜日、いちごを食べました。それでもまだまだお腹はペコペコ。金曜日、金曜日、オレンジを5つ食べました。土曜日、青虫の食べたものは何でしょう。チョコレートケーキとアイスクリーム、ピクルスとチーズとサラミとペロペロキャンディーとサクランボパイ、ソーセージカップケーキ、それからスイカですって。その晩、青虫はお腹が痛くて泣きました。青虫はお腹が痛くて泣きました。次の日はまた日曜日、青虫は緑の葉っぱを食べました。とてもおいしい具合もすっかり良くなりました。もう青虫は腹ペコじゃなくなりました。ちっぽけだった青虫はこんなに大きく太っちょり、青虫。